甘くて甘いね、なにこれこれなに、クリームパン。いや、僕だよ、アマルだよ。今回は調査アンケートをね、いろんな方に取っていきたいなと思うんですけれども、題して、あなたの好きな実況者と嫌いな実況者は誰です。まあ理由もちょっと聞いていって、なんでなのかっていうのをね、理由がわからないとやっぱわかんないままじゃないですか。一生数学とかもやっぱ答えわからないとつまらないでしょ。それと一緒だから、いきます。じゃあ聞こえますか？喋れますか？え、本物？あ、どうも、こんばんは。やば、こんにちは。やば、どうも。ちょっと今お時間ってよろしいでしょうか？はい。今ですね、アンケート取っておりまして、好きな実況者と嫌いな実況者を聞いておりまして、好きな実況者は、はい、アマル。あ、そう、え、ごめんなさい。そうなんですね。理由は、やば、何なんですかね。理由も聞いております。やば、どっち、やばいやばいやばい、理由やばいですね。ちょっとわかりました、理由やばいということで。あ、一応お名前よろしいですか？なんでもさん、よろしくお願いします。すいませんね、順序がちょっとお間違いしてしまいました。あと、すいません、ちょっとぶしつけなんですけれども、あの、嫌いな実況者って誰ですかね？嫌いな実況者は、はい、そういう理由はいいですか？ごめんなさい、一応。いや、はい、声がキモいから。いやいや、そんなことないと思いますけどね。なるほど、わかりました。ちょっと、じゃあ、木梨朗君に言っときますね。声変えとけって。え、今動画撮ってる？いや、動画とかは本当に、すいません。ありがとうございました、本当に。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、お時間取らせました。バイバイ。バイバイ。あの、奥の友達にも聞いてもらっていいですか？好きな実況者と嫌いな実況者。好きな実況者は、あまる。あ、間違えた。いや、そうなんですね。理由は、全てが完璧、今全てが完璧って聞こえましたけどそうなんですね、すいません。でも私は違うので、あの、あくまで1階のレポーターなのでね。嫌いな実況者は誰なんでしょうか？いない、うん、いいですよ、本当に。いや、もう正直言っちゃっていいですよ。一人ぐらいいるでしょ、気に食わないやつ。プリッツでいいやプリッツさんでよろしいでしょうか？まあいいよ、プリッツさんなんですね。理由だけ聞けますか？理由はない。あ、理由ない、けどなんとなく嫌い。まあありますよね、でもね。あまり動画見たことない。いや、動画見たことないんですね。でも見てみるといいかもしれませんよ。面白いと思います。わかりました、はい、ぜひ見てみてくださいね。やば、本物あったんやけど。違いますよ。いや、本物だろ。違いますよ。本物だろ。違うだろ。すいません、聞こえてますでしょうか？ボイスチャットできますか？はい、あ、じゃあお願いします。え、あ、聞こえますよ。あ、聞こえます。はい、こんばんは。こんばんは。ちょっと今アンケート取ってまして、はい、ちょっとお時間よろしいでしょうか？はい、全然。ありがとうございます。今、好きな実況者と嫌いな実況者っていうのをちょっと聞いてまして、好きな実況者っていますか？一番好きな実況者、レイさん。わかりますか？あー、レイさんが好きです、はい。なるほど。理由は、顔かっこいいし、フォートナイト上手いし。はいはいはい。私、スナイパーがすごい下手なんですよ。なるほど。でもスナイパーが上手いんで、すごいなって思いながら、うん、なるほどですね、ありがとうございます。じゃあ、はい、嫌いな実況者って言いますか？嫌いな実況者、誰だろう。でもいなかったらいないでも全然。嫌いな実況者、いないです。あ、いないですか、やはり。基本みんな面白い。うんうんうん。じゃあ理由としては、まあ基本みんな面白いからって感じ。はい。なるほど、わかりました。すいません、ありがとうございました。なんか YouTube とか、はい、やってる方なんですか？いや、YouTube っていうか、アンケートを取ってるだけですね。TikTok で。フォロワー何人ですか？ TikTok ですか？はい。そんなにでも、あんま K の意味がわかんない。120.9K ですね。K ってなんだ？わかんないですね。すいません、いきなり、ぶしつけでありがとうございました。はい。ちょっとこれ100人に調査してるんで、また頑張ってください。はい、ありがとうございます。すいません。こんばんは。マイク喋ってもらってもいいですか？あ、喋れてますか、声。はい、喋れてます。こんばんは。こんばんは。今、フォートナイトでアンケート取ってまして、はい、ちょっとアンケート答えてもらう時間ってありますか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。好きな実況者と嫌いな実況者を聞いてて、好きな実況者って言いますか？はい、好きな実況者はレジェ君ですね。レジェ君、理由は？理由は普通に顔もかっこいいし、うんうん、全部いいみたいな感じ。はいはいはい、顔もかっこいいし全部いいと。はい。なるほど。じゃあ嫌いな実況者いますか？嫌いな実況者は、あ、としきっていう人ですね。としき、はいはいはい。理由は？なんかその人、スイッチを差別してて、あんま好きじゃないかな。よくないっすね。スイッチ差別はちょっと嫌いですね、私も、はい。なるほどなるほど。すみません、ありがとうございました。ちょっとお時間ありがとうございました。はい、すみません、貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。いいなー、まるなんだ、友達いる？こんばんは。ボイスチャットってできますか？あ、お願いします。あ、聞こえますか？はい、聞こえます。え、今繁華街にいます？いや、います。あ、います。あ、オッケーです。いません。あ、いません。あ、ごめんなさい。今アンケート取ってまして、はい、好きな実況者と嫌いな実況者理由付きで聞いてるんですけど、はい、好きな実況者って言いますか？プリッツさん。おお、なるほど。プリッツさん、理由は？やっぱ上手いし面白い。上手いし面白い、なるほど。で、嫌いな実況者って言いますか？うん、
ポコエフロンさん。ポコエフロンさん、理由はスイッチをなんか煽ってる歌。またスイッチ煽りですか。スイッチ煽ってる人いるんですね。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。すいません、わざわざ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ご貴重な時間。こんばんは、ボイスチャットってできますか。こんばんは。こんばんは。ちょっと今アンケート取ってまして、はい、答えてもらうのって可能ですか。あ、いいですよ。ありがとうございます。好きな実況者と嫌いな実況者を理由付きで聞いてて、好きな実況者っていますか。フォートナイトとか限りですか。あ、そうですね、フォートナイトの方がいいですね。いや、まあやっぱりなんていうのかな、はい、限ってこの人が好きっていうのはないんですけど、はい、まあやっぱりその名前にある通りアマルさん、はいはいはい、もうなんかたまに見てて、たまに、はい、で、あと、ありがとうございます。あとレジェ君、はい、とかも出てですかね。はい、理由あります。なんかなんか理由っていうか、なんかそのはしゃいだりしてたり、はい、そのガチってやってるってなんかちょっと堅苦しいっていうか。ああ、なるほど、はい、ガチは堅苦しい。なんでこう、そう、ちょっとね、騒いでる方が楽しいかなって思いますね。なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございます。嫌いな人っています。嫌いな人、まあなんですかね、視差別とかしてる人ですかね。あ、やっぱそのスイッチとか。あ、そうですね、やっぱり。あ、なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃちょっとまたアンケートね、あと95人に聞くんで。あ、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。こんにちは。あ、こんばんは。すいません、ちょっと今アンケート取ってまして、はい、ちょっとお答えしてもらっても大丈夫ですか。あ、はい、ありがとうございます。好きな実況者と嫌いな実況者を理由込みで聞いてるんですけど、好きな実況者って言いますか。え、フォートナイト。あ、そう、フォートナイトがいいですね。あ、はい。え、何人でもいいんですか。まあなるべく一人で理由の方がいいですけど、まあなんか同じぐらいだったら全員教えてほしいです。安内さんと庄司さんと丸さんがちょっと面白くて好きだなと思ってるんですよ。はい、なるほど。理由はインポスターとか運動とかしとって、はい、よく見るんですよ。あ、なるほど。で、だから好きかなって、はい、あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。で、一応嫌いな人って言います。まあ、嫌いな人は、うん、誰かな、ちょっと分かりませんね。なるほど、特にじゃあそれはいないと。はい、分かりました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、ボイスチャットってできますか。あ、はい、ありがとうございます。すいません、今ちょっとアンケート取ってるんですけど。あ、はい、お時間大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。今好きな実況者嫌いな実況者を理由付きで聞いてて。あ、はい、好きな実況者って言いますか。え、これって本物、え、本物かな。あ、ごめんなさい、好きな実況者って言いますか。あ、好きな実況者いますけど。え、はい、フォトナーですか。あ、フォトナーでお願いしたいです。いやいや、ちょっと今アンケート受けてる。ちょっと待って、大人の実況者。え、ごめんなさい、今どういう状況ですか。今の、え、今通話してて友達。あ、通話してるんですね。はい、あ、なるほど。特にいないっすかね。いなかったらまあそれでも。いや、でまあ、あ、アマルさん。なるほど、理由ありますか。理由、おも、面白い。おも、面白い。はい、おも、面白い、面白い。なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃ嫌いな実況者って言いますか。言わされてるやん。言わされてるやんって言いますと。毒の兄さん、毒の兄さん、毒の兄さんとトシキ。毒の兄さんとトシキ。なるほど、理由あれですよね、スイッチのどうだこうだですよね。あ、はい、そ、まあそんな感じです。あ、結構もうその人も結構票集まってました。あとお前もって言って、あとお前もって言ってって言ってる、その人の友達の名前聞いてもいいですか。え、その友達の名前教えてもらっていいですか。友達、はい、何もしないんで、友達の今通話してる友達の名前だけ聞いていいですか。すいません。え、これってどうなの。あ、大丈夫です、名前聞いてるだけなんで。タカです。タカ、はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。メモってきました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、タカちゃんに覚えてろよって言っておいてください。あー、わかりました。はい、フレンドになりたい。あ、今伝えておいてください。お前覚えてろよって伝えておいてください今。早く早く言って、今言ってください。なんか、おぼーってなっちゃった。こんばんは、ボイスチャットってできますか。すいません、いきなり。ああ、こんばんは、はい、今アンケート取ってまして、好きな実況者と嫌いな実況者を聞いて回ってるんですが、理由付きで答えてもらっても大丈夫ですか。はい、じゃあすいません、好きな実況者って言いますか。よく見る人。はい、あ、よく見る人で大丈夫です。安内さんとかよく見ます。あ、なるほど。だから理由ありますか。インポスターが好きなんで、うんうん、それをやってるんで。なるほど、嫌いな実況者って言いますか。嫌いな実況者いないですね。あ、やっぱいないんですね、あんまりね。わかりました、ありがとうございます。すいません。物ですか。はい、ありがとうございました。貴重な時間、ね、失礼します。物ですよね。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。すいません、今ちょっとアンケート取ってまして、はい、ちょっとお時間ってよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。好きな実況者と嫌いな実況者を理由付きで聞いてまして。好きな実況者は、はい、え、2人でもいいですか。2人、まあできれば1人ですが、でも同じぐらいだったら2人で大丈夫です。リドルのボブ君と、はい、ミスターのシンク君です。なるほど、理由はありますか。上手なのとイケボなのです、うん、なるほど。嫌いな実況者っていうのはもしいたら教えていただきたいんですが、特にいないので。いない、あんまり。はい、なるほど、わかりました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。やめてください、打つの。
急に考えて。こんばんは。すいません、ボイスチャットでできますかね。あ、聞こえます。すいません。今お時間大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、アンケート取ってまして、はい、好きな実況者と嫌いな実況者を理由付きで聞いてるんですけれども、はい、好きな実況者って言いますか。庄司さんと、はい、あといないですね。なるほど。はい、理由はいつも笑ってて、はい、素晴らしい人です。なるほど、わかりました。嫌いな方って言います。まあ、嫌いは苦手だなみたいな。うん、いないですね。いないですか。はい、ちょっとも。いない。本当は本当はいない。いない。いない。でもいない。だけど、わかりました。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。こんばんは。すいません、ボイスチャットってできますかね。こんばんは。こんばんは。すいません、今好きな実況者嫌いな実況者をちょっと理由付きで聞いてまして、ははは、好きな実況者って聞いてもいいですか。好きな実況者、好きな実況者じゃない、者ですね。はい。わあ、レイさん、レイさん。あ、レイさん、はい、なるほど。理由って。理由はね、面白い。面白い。そうそう。どこが面白いですか。ツッコミ、ツッコミところ。そうそうそう。はいはい、なるほど、わかる。面白い。はい、ありがとうございます。じゃあ嫌いな方って言いますかね。嫌いっていうか、まあちょっと苦手だなとかでもいいんですけど。いないかな。いないですか、本当に。はい。ちょっとでもちょっとなーっていう人います。ちょっとこれはな。嫌い、まあ嫌いまでいかない。でもなんか、あ、これちょっと面白くなかったなみたいな。何やろう。いない。いないですか。いない。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、時間取らせて。はい、ありがとうございました。すいません、失礼します。はい。これなんで名前4チャンネルなんですか。テレビのチャンネルが4チャンネルだったから。いいっすね。こんばんは。すいません、マイクって使えたりしますか。マイクできる方だけにちょっと今アンケート取ってるんですけど。はい、あ、ちょっとじゃあいいですか、マイク。すごいすごい、大雨の中います今。いやいやいや、すごい音、すごいですよ、ザーって。いやいやいや、いますよね。嵐だ、嵐ですねこれ。逃げます。